こんにちは、中村です。リロードばっかりで申し訳ないんですが、ベイン君とスパバハに行ってきましたっていう動画を撮りました。私はスパバハを風剣豪でやってて、シエテお兄さん、シャルロッテ、そして後ろから出したカツリーラ、多分この辺他の攻略動画さんが解説されてるので、そちらをご参照ください。で、今回は先日めでたく実装されましたリミテッドベイン君を組み込んだ編成でスパバハに行ってきましたっていう、そんな感じです。元の編成だと 75% のダイダロスドライブを、まあ、顔面受けして強圧ついたまま死なないよう、こうゼウスとか、まあ、その辺で気合で耐えて生き延びてたんですけど、 75% まではベイン君入りで頑張ってダイダロスドライブを受けてもらう。で、ベイン君めちゃくちゃ敵外心高くて、多分すぐ HP が真っ赤っかになっちゃうんですけど、死なない。今のスパバハの流れだと、10ターンくらいで 75% 踏むかなって感じなんですけど、自分がやってる限り。10ターンくらいだと死なないし、まあ攻撃をその間引きつけていてくれるって感じですね。今みたいに HP1 になっても全然落ちません。この編成に変えてから、ダイダロス後の強圧がつかないので、だいぶ安定して、ね、終盤まで立ち回れるようになりました。俺が相手だ。みんな、俺の後ろに。はい、この1アビが全体カバー3ターンです。この1アビでダイダロスドライブを受けてもらいます。ダイダロスドライブをそのまま受けちゃうと、全員に強圧がついて、強圧ついてる間はもちろん回復できないし、強圧が切れてよし回復するぞって時にアンデッドとかついてると詰むんですよね。そういうことがなくなった。スパワ派の風って結局もう削ることしか役目がないから、立ってなきゃいけないっていうのが一番だと思うんで、安定して立ってられるようになったっていうのは大きいと思いました。はい、こんな感じでダイダロスドライブを受けてもらいます。そしてここでようやく3アビが使えるようになりました。ベイン君もこのキャラのなんとかしたらなんとかレベルがなんか上がって、そのレベルが上がると何みたいなやつ持ってるんですけど、選手レベルってものかな、このレベルが3まで上がると3アビが使えて、とにかくめちゃくちゃ強くなる。この後でベイン君が奥義打つので、そのダメージ見ててください。奥義で1200万ダメージが出るようになってました。直後の600万ダメージの奥義を2回打つシャルロッテと、まあ大体同じぐらいのダメージってことですかね。3アビ使うとこんな強くなります。力じゃ、回転する、私が裁く、耳をすませ。はい、ここでカツリーラと交代です。まあ、もう動画のためにリロードしてなかった、だいぶ出遅れてます、すみませんでした。普段はリロードリロードって感じでやってて、2番手3番手に来るくらいには削れるかと思います。最初の方でも言った通り強圧がつかないので、だいたい今ぐらいのとこだとノラでも 10% ぐらいは全然平気で立ってられます。で、まあ安定できて嬉しいっていうのもあるんだけど、こんな動画を作るぐらいなんで、ウィン君と一緒に高難易度に行ける、それが嬉しい。ここから先は自分語りです。私がグラブルを本格的にやろうって思ったのが4騎士目の最初のやつ、亡国の中騎士ってやつ。その時はね、ベイン君配布 SR だったんだよね。いや、そっからさ、ストーリーでもめちゃくちゃ成長して、でもってリミテッドすごいよね。クオンの指輪入ってるんですけど、これは私が単純にベイン君に指輪渡したかったっていう、そんだけなんで、なくても全然攻略には問題ないかと思います。この後は 10% 待機の人にお任せしておしまいです。ここまで見ていただいてありがとうございました。